幸せだな。君が作るレバニラと僕が作るトリスハイボール、僕は家で飲んでる時が一番幸せなんだ。綺麗だね。君もね。はいはい、作ろっか。トリスハイボール。主任って面倒な仕事も断るより受ける方が好きで、怒るより笑い飛ばす方が好きで、で甘いやつより甘くないやつが好きで、ふんわり狂月男のクリア出た。猫が好き。サラリーマンは気楽な家業と言えねえよ。でもね、あ、それガハハと行こうぜ、ガハハとね、ガハハと行こうぜ、ガハハとね、あ、今夜はわ、明日のレモンサワー。いらっしゃい。ハイカラ。あ、ハイカラ。ハイボールと唐揚げでおじさんに人気の。おじさんって言った。おばさんじゃないからね。あなたがハイボールで、僕は唐揚げね。二人はハイカラ。ハイカラ美味しいんだから。最高の幸せってどんな時に思います？最高の幸せか。私は今です。ザ・長屋至極の梅。イニエスタ飲みました。気に入った。世界が認めた日本酒パック、菊正宗絞りたて銀パック、金も出た。来た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 。じゃあ長屋の梅酒のソーダだよ。あー、梅酒。カロリーハーフ新登場。だるまさんが転んだ。ルブラ、炭のプライス。ジンジラジンにさりげなく、そいつが俺の割り方。あれマッチ？さりげない。ジンとソーダがマッチ。サントリーアイスジン。ミオでミオパミオパミオパミオドライでミオパ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 ですか？あなたもスパークリング青春ミオミオドライスタンプもらえる。